ようこそお参りをいただきました。当社は多賀大社と申しまして、御祭神イザナギの狼、イザナミの狼、このお二方をお祭りする神社でございます。この二柱は男の神様、女の神様でございまして、日本で初めてご夫婦の道を開かれました狼様でございます。ご夫婦としてお力をお合わせをいただき、まずはこの日本の国土をお産みになり、その後に天照大神様をはじめとする八尾万の神々や三千草木、ありとあらゆるものをお産みになられました日本の原点とも言うべき狼様でございます。そういったことから天命長寿、また縁結びの狼様として熱いご崇敬をいただいておる神社でございます。当社はいつからあるのですか、というふうなご質問がございます。正直に申しますと、何年からですというふうなことは申し上げられません。しかしながら、日本最古の書物であります古事記によりますと、その中にイザナギの狼は近江の多賀に増しますというふうなことが書かれておりますことから、古事記ができましたのが712年ですので、それより前からこの地に多賀の狼様はご鎮座になったということが言えると思います。当社にはこの境内の中に15社設末社がございます。また境内の外にも4つの設末社がございます。その中にはニニギの御事が祀られております日向神社という神社もございまして、こちらも古くよりご由緒のある神社でございますので、ご一緒にお参りをいただけましたらと思います。先ほど日本で最初のご夫婦と申しましたが、その中で古く日本最古の書物古事記によりますと、馴れ初めのシーンが描かれております。その中でアナニア氏え乙女よ、またアナニア氏え男を、これは結婚におけるプロポーズの言葉でございます。まずはじめに男の神様であるイザナギの狼がアナニア氏デオトメよと申します。その後に女の神様でありますイザナミの狼がアナニア氏デオトコをと申します。要は簡単に言えば、なんと可愛らしい女の方だ、なんとかたくましい立派な男の方だというふうな、それぞれがそれぞれのことを尊敬し合い、敬愛し合って言い合ったいいエピソードであるというふうに思われます。戸高さんでは多賀杓子といいまして、しゃもじを古くより連名長寿の縁起物として大切にしております。この多賀杓子は奈良時代に元照天皇という天皇陛下様がご病気になれまられました時に、お米を炊きまして、そこに病気の兵庫のご祈願をご一緒にし、しゃもじを添えてその天皇陛下様にお送りをしたところ、無事に病気が回復されたというふうなことから、お多賀杓子として有名になったものでございます。またカエルの子供でありますお玉杓子の語源にもなったと言われておりまして、古くよりこのお多賀杓子、多賀杓子が日本中の中で有名であったというふうなことが言えると思います。そういったことから多賀大社ではご祈願を書く絵馬の形も杓子型をしておりまして、またそれ以外にも延命長寿、また縁結びをはじめとするさまざまなお守りをご用意をしております。当社はさまざまな戦国武将より崇敬を集めておりました。その中で一番有名なのは豊臣秀吉のご崇敬の念の厚さであると思われます。豊臣秀吉は母が大好きでございましたので、すごく母思いの戦国武将でございました。その母が病気になられた時に、当社が延命長寿の狼様ということで、ご祈祷のお申し込みの書状を出しております。その中に母の病気を3年、それでもダメなら2年、それでもダメならば30日でもいいから、母の病気、あの母の延命をしてほしいというふうなことが書かれております。
その後、母の温満どころは無事に病気が回復し、豊臣秀吉は大層喜びまして、当社に一万石のご寄進をしました。そのご寄進をもちまして、できたものが当社の奥書院であったり、またその奥書院のお庭、正面の参道にあります太閤橋であると言われております。またそれ以外にも武田信玄はご自身が25歳の厄年の時に厄除けのご祈願をしたり、さまざまなところで戦国武将からの熱い崇敬を頂戴しております。おすすめのパワースポットといたしましては、ご本殿の右側にございます寿命石という石がございます。この石はさまざまな方よりパワースポットとしてご紹介を受けておりますが、この石は1180年兵士によりまして、奈良の大仏のあります東大寺が焼き討ちにあってしまいます。その後この東大寺をもう一度再建するべく、託されましたお坊さんに春城坊長元というお坊さんがおられます。このお坊さん、その東大寺の再建を託されました時に御年60歳でございました。これは東大寺の再建まで自分の命が持つかわからないということで、当社が延命長寿の神様であることから、当社の方にご参拝になり参籠をされました。おこもりをされました。でそのおこもりの最後の満願の日に、柏の葉っぱに虫食いで伸びるという字、延長線の縁という字の上に十と書かれた柏の葉っぱの虫食いがひらひらと舞い降りてまいりました。それを見た春城坊長元は、これは十で年を20歳伸びたんだと感じまして、その後東大寺に帰り、最後の最後まで無事に最高まで力を尽くしたというふうな言われがございます。そういったことから、当社のご神紋は柏の葉っぱと三つつけて三つ柏でございますし、御朱印の右上にもその柏の葉っぱに虫食いの御朱印を、させていただきまして大切にしております。
当社ではそれ以外にも様々な言い伝え伝統がございます。その中の一つに千敷台というのがございます。この千敷台と申しますのは、神様のお使いの鳥でありますカラスに、まずお祭りを始める前にお米をお供えをし、カラスが食べるのを待ってからお祭りをするというふうな習わし伝統がございます。この伝統は現在におきましても大切に守ってご奉仕を出しております。それぞれの場所から当社のことを思い描いていただきながら、命のふるさとであります多賀の狼様に感謝の気持ちをお届けいただければ幸いでございます。また、こちらの方にお越しの際にもぜひ皆様にお参りをいただきまして、その時に少しでも清々しいお気持ちでお帰りをいただけるように、我々も誠心誠意ご奉仕を続けてまいります。本日はありがとうございました。